本バッチ8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今日はピッチャーを作成。右投げ左打ちの投手。フォームは DJB の78。好きな球団はアバターボール狙いで阪神でいきたいと思います。今日はヒーリングと変化球強化。変化球をガン上げしていこうと思います。ではやっていきましょう。はい、ではやっていきましょう。初期フォークを2ということで、球速126は最高値ですね。コンスタはまあまあ平均です。ということで新しい球種がないんだけれども、やっていきましょう。で、最初に変化球はね、あまり取りたくないんですね。やる気ボーナスでなるべく好調にしてから行きたかったんだけれども、やる気ますないのでそこは仕方がない。で、どうしようかな。これ回復いこうかな。スタミナマイナス2。おっと、プラス1か。ってことは結果マイナスだね。これは選手に会いたいところ。球速安定、こちらまだサクサクセスでは実装されてないので、脱三振か。 OK という感じで、いい感じですね。よし、そしてこれ取って終わりましょう。ちょっと能力の伸びがあんまりだったかな。ハテナがあそこに入り込んだのがちょっともったいなかった。ということで新しい球種あるね。よっしゃ。で、これを球速に変えれば結構伸びると思う。よしよしよし、いいよ。で、藤波くんから伸びし、オッケー。伸びはね、サクサクセス入らないんですよ。選手からしか入らないので、もうクソありがたいですね。で、球速に変える。西さんから打球反応で、やる気を上げてからしっかりと取っていく。で、プラス3が出た。これは変化球強化のおかげだわ。ということで137キロ、思ったよりもちょっと伸びていないが、アバターボールをゲットしたいという希望。いないね。メッセ、それと小野さん、逃げ球リリース球持ち。まず球速、あと変化球、新しいのあるわ。あれをしっかりと取っていこうかね。ちょっとあれだな、全体的なマップがよろしくないな。宝箱回復がちょっと行きづらいね。うい、回復 OK。 で、もう一丁回復。よーし、超回復。それよ、待ってたのはそれだ。じゃあここで変化球いっといて、で、ハテナで回復いこうかな。ここですね、突っ切っていきたいところだが、ここは突っ切っていかないでこっち側浮いてシャッフルしよう。減少、うわお、ちょっと待って、今の減少は地味に痛かったぞ。回復、オッケー、超回復。いいね、野球超人伝。変化球入れ、オッケーオッケー、いいね。321、なんかリアルにいそうなね、そんな感じの能力になってきている。ヒーリングも動くし調子がいい。で、これで終わりましょうか。ちょっと能力の、お、いいねいいね。あー、選手がちょっと遠いわ。いいね、ヒーリング。うわ、ヒーリングで動いた分しっかりと回復してくれてる。あとはね、変化球強化持ってきてるのでね、これをしっかりと、ないなんだと、変化球がないし、宝箱回復がシャッフル、強制シャッフルしないといけないので、これはもう下で、ここでシャッフルしちゃいましょう。はい、回復 OK。 で、カレンさんがやってくる。隣だー、諸田でいい。輝く、変化球ないか。いいよいいよ。はい、しっかりと回復しておいて、超回復が入る。これもう絶好調だからな。青いか、早いね。どうせだったら水木が良かった。ここまで順調すぎて、しかも隣、確実にゲット。 OK でよ、ここまではいいんだけれども、変化球強化を持ってきてるのに威圧感ですね。あ、違う、999か。見とけばよかったな。フォーク、前に999を完成させたあの化け物選手や、今のは。ということで、ここで玉持ち。能力としてはだいぶ成長はいい。K
けども、やはり変化球が入ってきてない。そこですね。うわー、これはちょっと取れねえな。オッケー、素晴らしい。よし、変化球出てきた。うわ、こうなるとね、ここのハテナがね、地味にね、何をされるかが怖い。無地輝く、マジか、やばいね。球速、これも175いったろ。うん、ちょっと回復が渋かったな。取って取って、ドン、オッケー、10。これは化けるわ、これは化けますわ。で、変化球強化持ってるので2段階。おい、1、絶好調だぜ。捨て4だぜ。もっと行こうぜ。オッケー、やばいね、えげつないね、この能力のアップ。そしたらヒーリングも動いてくれるとなおいいんだが、いやー、悪いことが起きねえな全然。はい、ここまでステ4で462、やば。でもまだまだ伸びしろありますね。コンスタが全然まだ上がってない。うわー、マップの形が悪い。パネル転生きた、マジ。ステ5パネ転来ちゃった。うわー、これはちょっとやばいっすわ。これ神動画になるかも。てか失敗したとしても神動画入りですね。正規力、ここまでの能力アップ率を考えるとやばい。これはね、ちょっとここで待つ。うわー、回復がちょっといけねえな。なのでここで待とう。はい、スタミナオッケー。ちょっとパネテンで伸ばせるかね。うわー、つらいな。シャッフルも、うん、ここだね。急速頼む。いやー、来ないね。次、今3歩動いてるから456で変わっちゃうので、よしよし、これはちょっと冒険に行こう。さあ来い、宝箱変わるな。 OK。 うい、うえ、怖っ怖っ怖っ。さあどうだどうだ、来るか来ないね。ちょっとな、ハテナはあまり踏みたくないんだけれども、ちょっとあまり余裕がないので、マイナスさえ引かれなければプロ入り。やば、神かよ。カードが神ってるわ、神いっちゃってますわ。うわ、これでもうなんかどこで死んでもいい。いやいやいや、よくないわ。うわー、ちょっとヒーリング信じる。ダメか、もうこっち行くか。いやー、宝箱で終わるか。宝箱で終わりましょうか、仕方ないね。さあ最後はスタミナ一番いらないところ引いた。ということで、ちょっとパネ点伸びはなかったけれども、その前半がすごすぎたので、ちょっとね、これは動画化しようと思います。プロ入りまでね、豪運すぎた。ということで649、各種設定していきたいと思います。はい、ということで名前設定してきました。虫球くん、星649ということで虫球くんという名前にしました。名前のセンスは相変わらずない。ということで、こちらを選手登録したいと思います。これはオーペナでも結構活躍してくれるんじゃないかな。人類最速の168キロ、コンスタもね十分、あとね1ずつ欲しかったね。カンスト、それとコントロールを S に乗せたかった。はい、1年間オートペナント回してきました。結果はこちら。防御率 2.78 で菅野さんに次いで第2位、惜しかった。そして勝率、こちらは山口さんに次いで第2位、6割9分6厘。取ったタイトル、最多勝16勝ということで、阪神であればおそらくもうちょい勝って勝率も良かったんじゃないかなと思います。そしてあと取ったタイトルは、新人王沢村賞ベスト9ゴールデングラブ賞、そして最多奪三振287ということで、奪三振率 11.4、 圧倒的な数字を残しております。これはなかなかね、いい選手、いい活躍をしたんじゃないかなと思います。阪神自体は4位でした。ということで、思っていた結果だったでしょうか。
ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ。